はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。毎週水曜日はゆるブログの日ということで、トレーニング、体のこと以外の、動画を投稿していきたいなと思います。今日も早速出てますが、こちらのお話ですね。Twitter とか Instagram とかではね、最近写真を載せて、経過の報告なんかしておりましたが、ミニひまわり育ててたんですよ。こんな感じ。よし、ちょっと近づけてみましょうか。で、この前ね、家に帰ってきたらもう結構花がこんな感じになっててね、もうメインのこの花は、ちょっと枯れてっちゃうのかなと、ちょっと寂しく思っておりますけれども。で、ミニヒマワリってこの前の動画で話したっけな、なんか枯れた後に種ができて、そこからねまた新しいヒマワリが生えたりとかっていうのが、まあ難しいらしいんですよね、どうやら。でもなんかね、ちょっとうまく切ってったりとかすると、枝分かれしたところから、まあ脇芽っていうのかな、脇芽が出てきますよって、コメントいただいたりとか、まあそのコメントをね元に調べてみたら、本当にね、脇芽が出てくるというふうなことが分かって、どうやってやるんだろうなと思ってた矢先に出てきてるんですよ、脇芽。ちょっとね、アップで見てみましょうか。はい、ちょっとね、ピントが合いにくくて分かりにくいんですけど、ここに一つ、それから、ここにもありますね。これ脇芽ですよね。で、下の方を見ると、この辺にもね、少し、ちょっとピントが合わなくて見にくいですね。この辺にも少し、脇芽っぽいのが出てきてるんですよね。いや、だからもしかしたらちょっとね、水をあげ続ければ、水とかね、肥料とか日光に当てたりとかし続ければ、またこれが咲いてくれるんじゃないかなと思ってね、非常に、楽しみにね、見ております。で、ちょっと気になってるのは、この、もう枯れそうなひまわり、この今咲いてるやつをどのタイミングで切ったらいいかなっていうのが分からなくて、ちょっと調べてみたんですけど、なんか枯れたら切りましょうぐらいにしかこう書いてなくて、これはもう枯れてるって思っていいのか、それともね、ちょっと後ろのこの葉っぱは少しまだ元気ないような気がするので、まだ残しておいた方がいいのかっていうのが分かんないんですよね。知ってる方いたらね、ぜひぜひコメント欄でコメントいただけたら非常に嬉しく思うんですが、どうなんだろうね。なんかやっぱり枯れてるのをずっとそのままにしておくと、栄養こっちに行かなくなっちゃうとかっていう話を聞いたことがあるので、まあ、早めに取っちゃってもいい気はするんだよな。で、この下の葉っぱ、これちょっと見にくいですけど、これも、この花にね少し隠れちゃってて日が当たらないんで、この辺から切っちゃっていいような気はしますね、なんとなく。で、まあ、この枯れ具合でもう切っちゃっていいのか、なんかちょっと切るのも寂しくてね。ただ、まあ、切ったことでこっちの方がね、さらに咲いてくるんだったらまたね、楽しめるんで、もしご存知の方いたら、ぜひぜひアドバイスください。ということで、今日のゆるブログに関しては、ひまわりの、最近のこう様子についてご紹介させていただきました。全然ね、こういうの僕詳しくなくて、最近やり始めたばっかりなので、詳しい方いたらね、ぜひコメントで教えていただけたら大変嬉しく思います。そうなんだよ。せっかくね、ピーコ色の花が来たって喜んでたのにね。まあ、でもね、ほら見て、ここに芽が出てきてるから、これ咲かせようね、ピーコね。そうだね、絶対咲かせようこれね。はい、ということで本日はね、ゆるブログということで簡単にひまわりの、現状についてお話をさせていただきました。また花が咲いたりしたらね、ちょっとインスタグラムとかにあげようと思うので楽しみにしていてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。またねー。すごいね、こういうやつでもちゃんとこうね、また芽が出てくるんだね。生命力を感じるね。そうだね。ピーコも頑張ってね、生きないとね。